掘り出すエネルギー、横山まるです。今日はすごいお菓子をもらったんです。じゃん、ちょっと食べかけちゃったんだけど、今日はこれの ASMR をやりたいと思います。用意するものはこちら、イヤホンしかないので、これをどう、大きな声で喋らないようにします。特技小声。なんで菜箸で食べるんだって、こっちだし。オッケーオッケー。どう、私の奏でるメロディーが聞こえましたか。口内に染みるぜ。これはね、韓国のね、なんか今めっちゃ流行ってるやつらしいんだけど、スーパーもね、数量限定で売ってたの。私はね、あの、買ったしもらったし、これ2袋目です、実は。エアリアルっていうお菓子があるんだけど、それのチョコバージョンみたいな。パイパイ、チョコパイ。てか ASMR ってこんなに喋っちゃいけないんだね。黙れ。顔の油がありすぎてテープが剥がれちゃった。くっつかれちゃった。ということで、皆さんもぜひ食べてみてください。名前は分かりません。ということで、皆さんもぜひこのお菓子を食べてください。あ、やっぱ大きい声で喋るって大事よね。本当に本当にちっちゃい声ね、苦手です。特技じゃなかったです。これ何の味かわからないけど